で見たのと同じ現象ね。あの時よりエアルが弱いけど間違いないわ。あの魔物もダングレストンを襲ったのと様子が似てます。来やがったぞ。この森どうなってんのよ。まさかこの森の奥にこんなとこがあるなんてね。なんとか魔物たちを沈める方法はないんでしょうか。やられる前にやるしかないな。なに、ちょっと強いってだけの魔物よ。さあ出ちゃおう。こいつ一匹倒し終わりとかだったらいいけど。油断すんなよ。気を抜いたら命取りになります。やるよ。風流輪が飛ばしていきますか。安心するのは早いぞ。まだエアルが暴走してるわ。木も魔物も絶対あのエアルのせいだ。また来たなあ。ここで死んじまう。さよなら世界中の俺のファン。世界一の軽薄男、ここに眠るって。墓に掘っといてやるからな。そんなこと言わずに一緒に生き残ろうぜとか言えないの。